させるですねフォーマットで、スーパーポールをね、行っていくことになりますので、こちらもぜひ楽しみにしていただきたいと思います。さあ16台がコースに入っていきました。ちょっと混み合ってるところもあったりしますんでね、クリアラップ取れるかというところですね。7分間の公式予選です。さあ誰がトップ4でスーパーポール進出を果たすのか。この A グループは結構激戦ですね。ベテランの三村壮太郎、そしてさらには宮城俊介、まさに今週末の優勝候補のベテラン2人がですねこのグループに入っています。さあその中にですね、ピンク色のカラーリングです、酒井龍太郎、昨年のジュニアのチャンピオンがですね同じグループにいるということで、これはねこのトップ4の争いというのは相当ね熾烈だと思いますよ。他にも速いドライバーこの OK クラスいっぱいいますから。さあこの優勝候補と名前が挙げられています宮城あるいは三村、この2人のベテラン、そしてさらにはですねスーパールーキーとの呼び声が高い酒井龍太郎が、スーパーポール出れるのかどうなのか、そしてスーパーポールに出れるイコール、上位グリッドからのスタートができるのかどうなのかというところ、さあそれがかかっているということになります。